ああ、大切なキャンパスが。いい感じに汚れた。イエーイ、リクエスト、未来に希望を描くクラゲ。描いていく僕は元3歳児の天才画家。最初に黄色で描いたニコちゃんマーク見てくれた？あれが答えでありスタート。コーヒーこぼしてちょっと焦っちゃったけど、全ては繋がっていくのさ。感覚を研ぎ澄ませ、色や線に耳を傾けろ。見えているものが全てじゃない。掴んだと思ったら離されてる。作品に寄り添い、作品が進みたい方向に共に歩めばいい。最後は作品に描かせていただきましてありがとうございます。だから伝わる、故に刺さる。何もしなくていい。作品が仕上がっていく様を五感全部使って感じてろ。次のリクエストはどこだ。